はい、お便り会です。はい、お願いします。こちらからいきたいと思います。唐揚げさんからいただきました。ありがとうございます。林さん、岸本さん、林さんの奥さん、こんばんは。いつも楽しみに拝見しております。はい。長年、林さんファンなのですが、ついに大阪の開催、開祭り、開催で、あ、開催。開催にて、初めての生ライブに行くことができました。エイコミックさん、ね、やついさんと。今までは、呪物を直視するのが怖かったのと、林さんを生で見て、皆さんが言っているような怖いものが見えてしまったらどうしようと躊躇していました。大変よ、そんなの。もう、都市ボーイズなしでは生きられないんです。怖くて見られなくなったら困るのです。今回はなんとなく行けそうな気がして、ついにチケットを押さえました。会場のすぐ近くに友人がやっているバーがあったので、時間までお茶をしていました。その際、ちょっと面白いことを言われたので お便りします。こんなイベントに行くんだと喋っていると、友人の奥さんも興味あるかもと、林さんを検索して、この人知ってる？と写真を送りました。嬉しい。すると奥さんから、あんまり行かない方がいいよ。聞くと霊感があるそうで、この人を見た瞬間から頭が痛い。あ、そういう、え？目が奥まで死んでいる。とのことでした。手前まで死んでいる人と奥までの人がいるのでしょうか。それはわかりませんが、帰りはどこかに寄ってから帰った方がいいとも言われました。よく心霊スポットに行った後、帰りは悪いものを落とすためにコンビニなどに一体に寄った方がいいと言いますよね。林さんは心スポ扱いかよと思いましたが、実は元より私もそのつもりでした。今帰りのロイヤルホストで書いています。開演して入場してきた林さんは表情は死んでいるのに目はキラキラしていて、ファンの欲目か、むしろ他の人より発光しているように見え、綺麗な人だなと感じました。記載好きの私としてはとても楽しいひとときで、特段心霊系の怖い話もなかったと思うのですが、前半突然耳元、かっこ耳の中ぐらいでひそひそ声が結構な大きさで聞こえました。教会という場所から誰かがひそひそを喋ったのが反響してすごく近くで聞こえた気がしたのかなと思ったのですが、びっくりするような音だったので、他にも聞いた人がいたら面白いなと思っています。それでも今日一番衝撃だったのは、全くオカルト界隈を知らない友人が、田中俊之という人は知っていると言ったことです。やはり世の中一番怖いのは生きている田中さんですね。今回で林さんを生で見ても自分は平気ということが分かりましたので、今後はどんどん参加していこうと思います。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。長文失礼しました。寒くなってきたので皆さん体調に気をつけ、我々囚人のためにバリバリ働いてください。あ、ありがとうございます。ということでいただきました。はい、嬉しい。ありがとうございます。これもじゃあちょっと続けていった方がいいかもな。ちょっと怒ってね、ちゃんと。何を？どこ？あの、目が奥まで死んでるなんていうの、本当にダメじゃない？そんなの。そうっすか？じゃないよ。目が奥まで死んでるだよ。目が奥まで死んでないじゃん。ずっと生きてるじゃん。目が奥までって、そうね。俺ほんまに、あんまり言われない。母親にむちゃくちゃ褒められるポイントが目なの。すごく、やっちゃんは、目が綺麗よって言われて、ちっちゃい頃から育てられてんの。で、そ形のこと言ってんじゃん。中。中で。中。うん。うち、奥さんもうちも、目がすごくクリクリして可愛いって止めてくれんの。うん、うん、そう。目が奥まで死んでるなんて言われたことないよ、俺。まあ、ほら、見る人によってさ、ちょっと違うじゃないですか、そこは。いや。意味合いがね。目が奥まで死んでいるって、いい表現だなと思ったけど。目が奥まで死んでいる画像なんか上がってたかな？あんまり聞いたことない表現で、まあ、その、面白いと思った。霊能者さん、霊能者というか霊感が強い。霊感が強い人曰く、うん。頭が痛いし、目の奥が死んでいるということでしたね。ひどい言われようだな、ほんと。奥まで。まあまあ。俺から言わせてもらったらさ、うん、岸本さんは死んでるでしょ、死んでねえだろ、あんなさ、あの、ひょうきんなポーズ取るじゃん。ひょうきんなポーズ。うん、あんなのさ、写真な、何回かある中の1回ならいいよ、うん。全部あれって死んでると一緒だからな。あの形で死んでんだよ。いや、もうあれはファンサですから。あのひょうきんな、
形で死んでる遺体と撮ってるのよ、みんな。いやいや。あれ。ちょっと今日も、イベントだったけど、うん、あれ撮ってる時、ちょっと笑われてたもんな。あ、あったね。あの、なんか、クスクスされてた。ポーズは変えられないんですかって言われてましたよね、うん。全部一緒だったからね。全部一緒だったからね。うん、100人対100人とね。まあ、いいんですけど、それは。はいはいはい。はい、じゃあちょっとこれもういきます。続けて、うん、ザキさんかな。ザキさん。いただきました。トシボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しい動画、音声、視聴しております。ありがとうございます。私と恋人と共にトシボーイズさんのファンでずっとイベントへ参加したいなと思っていました。嬉しい。念願かなって10月21日に行われました会見か、うん、旗揚げ公演開催に大阪に行きトークイベントへ足を運ぶことができました。ありがとうございます。八津井一郎さん、タプスさんとの掛け合いもとても面白く、クローズとトークならではのお話が聞け2時間あっという間に過ぎていきました、はい、実は最後の林さんのトークで恋人が現地で不思議な体験をしていました、うん、トークの内容は伏せますが、私たちは候補から2列目の窓際の席に座っていました、うん、会場となったのは大阪のある教会で、とても趣のあるところ、うん、落ち着いた雰囲気の中で林さんの話に聞き入っていると、うん、突然恋人がわっと小さな声を上げました。何？私がアイコンタクトでどうしたの？と恋人の顔を見ると、今窓の外を黒い男の人の影が通ったの。見た？と耳打ちしてきて、聞いてきました、うん。私はトークに夢中で気がつかなかったのですが、こんなすぐ横をオカルトトーク中に人が急に通るとびっくりするね。うん、と返事をしたところで違和感を覚えました。また、その影が通った直後から恋人がめっちゃ耳鳴りする。と、窓に向いている右耳を手で押さえて少し顔をしかめていました、うん、トークをしているのは建物の2階部分であり、外を人が歩くのは相当無理があります。そっか。イベントが終わり、建物を外から見てみると、工事の足場やベランダのようなものは見当たりませんでした、うん、一体あれは何だったんだろうと2人で不思議に思いながら帰路へ着きました、うん、やっぱりあのような非日常の話をしていると不思議なことが起きるのかなと実体験できました。あれ、個人的には林さんのトーク中にそのようなことに遭遇し、やっぱり大人気オカルト界のプリンスは持っているもんが違うなと心に染み入りました。トークイベント後、出口側でステッカーの購入の際、うん、トシボーイズさん監修の怖い村の話にサインをしてください、うんうん、と林さんに言うと心よくサインしてくださいました、はい、生で岸本さんの分開けときますねが聞けて感激、うん、今度はトシボーイズさん二人に会いに行き、岸本さんのサインとフリーハグをお願いしたいです。なんでフリーハグ入ってる？トークの中で何度か沖縄のことが話題に上がっており、沖縄県出身の私はとても嬉しかったです。あ、本当ですか。また私が沖縄で遭遇した不思議な体験もお送りできたらと思います。ぜひ。ということでいただきました。ありがとうございます。ザキさんから、うん。はい。まあだから、というようにですね、まあ2件続けて、ちょっとそのイベント中に、なんか変なこと起きてるということですね。うん、会議がね。一人はだから耳元でひそひそ声が聞こえたっていうのと、もう一つは2階なのに外を歩く黒いなんか影が見えた後に耳鳴りがすげえしたみたいな感じかな。教会やったんですよ、うん、で結構街中にあってさ、教会、教会が、まあまあまあ、もうびっくりするぐらい、うん、本当にくくっと曲がったらすぐに大きい綺麗な教会があってさ、うん、で横ピチピチに家建ってたから、え2階にの部分に人が見えるとおかしいんすよね。だからそもそも無理なんですよ。うん、その脚立からなんか、まあまあそうだから、その足場とかね、うん、言ってたけど、そうそう、そういうことよね。無理だし、しかも始まってんのも18時とかからだから、うん、ちょっと遅い時間なのよ。あ、夜やったんだよ。うん、そう、うん、だからなんか足場組むって言ったってさ、こんな遅い時間からすることなんてないし。まあそうね、うん。単純に物理的に外から見て。ね、確認して無理ってなってるわけだから。うん、そうそう。まあ難しいでしょうね。無理やと思うんですよ、ね。普通に考えたらね。そうそうなんですよ。おかしな話やね。なんかでも、こんな感じだと他にもいそうなもんだけどね。ね、これだから僕っていうよりは教会やと思うんですよね。まあ、あっ
ってもおかしくなさそう感はあるけどね。そうそう、かなり古い教会だし、いい教会で。あれなんか前もどっかで教会みたいなところでやった気あるな。岸本さんが。うん、あれか、北海道かな。なんか教会みたいなとこだったような気すんだよな、会場が。北海道で？うん。一人で？いや違う、一人だったかな。いや多分違う。なんかどっかの会場が教会が併設されてるとか、うん、なんか一緒にあって、そうなんだとかあって、なんかそこもなんかあるって言ってたような気するな。いやそうっすか。大島の内教会って言って、なんか結構昔からイベントとかで使われてたんですって。うーん、綺麗なとこでしたよ。まあだから教会でオカルトやると怒るのかもね。そうね、うん、確かにね。まあ、なら次はそれを取るっていうのもね、手ですけど。うん。まあね、確かに確かに。またも、またここでやるときはね。はい。うん。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次、いきます。はい。肉球だよね、さんからいただきました。ああ、ありがとうございます。岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。肉球だよねと申します。肉球だよね。いいですね。突然ですが、相談させていただきたいことがあり、お、何ですか？お便りさせていただきます。うん、私呪われていますか？お、お二人の意見をお伺いして安心したいので、よければご意見を聞かせください。どんな話だろう。私は物販のお店を営んでいるのですが、うん、パートで来てもらっているおばちゃんは身内のトラブルが絶えない人がいます。うん、離婚したり、娘さんが誘拐され妊娠、はその後もその娘さんは父親のわからない子供を出産、挙句パートのおばちゃんとその娘さんは不仲になり、うん、大喧嘩の末に問題の多い新しい彼氏の子を身ごもり、は？おばちゃんの仕事中に家具やお金を持ち出して出て行ってしまう。おばちゃんはとても落ち込んでいて、その話を聞いた私は、おばちゃんが問題が多くても孫にとても良くしてあげていたのを知っていたので、うん、娘さんの恩を裏切るような声に腹が立ち、うん、そんな信じられない。あんなに良くしてもらっていて、人の娘さんを悪く言うのはいけないけど、クソ女だ。結構言いましたね。おばちゃんの前で怒ってしまいました。結構言ったな。するとおばちゃんは気分を悪くした素振りを見せていました。うん、その日、家に帰って服を脱ぐと、左腕、二の腕あたりにロープでぐるっと巻きつけたようなあざができていたのです。うん、不思議なあざだな、気持ち悪いな、と感じたのですが、その日あたりから私の家族間でトラブルが起きるようになりました。絶望に打ちひしがれるほどの、ほどではなく、かといって簡単には流せないトラブルが立て続けに起き、気分が沈みがちになりました。うん、おばちゃんはもともと吉野の山にある力がある先生のもとで修行していたことがあるらしく、うん、修行があまりにもきついので先生の死を機に、逃げるように修行をやめたそうですが、うん、そこそこ力があると言っていました。おばちゃんの娘さんをたぶらかせた相手には縁切りのようなものを施してやると言っていました。うん、おばちゃんは気性が荒く、物事をねじ曲げて捉えるややこしい人だったので、うん、簡単に人に悪意をぶつけたりします。なので、修行をして力がある人なら、気安く他人に役やら呪いを与えられるものなのでしょうか。私のあざやトラブルはおばちゃんが起こしたものなのでしょうか。ちなみにおばちゃんは縁切りのようなものを施したせいで10キロ近く体重が落ちたと言っていました。縁切ったら落ちんだ。おばちゃんの言うことのすべてを信じるわけではありませんが、一度そう思ってしまうと気になって仕方ありません。ちなみにあざは薄くなりましたが、まだ消えていません。長文乱文失礼しました。寒くなってきましたので、お体気をつけてお過ごしくださいということでいただきましたでございます。はい、あざます。いえ、なんかないんすかこの、なは、ね、呪われていますかっていう感じよ。知ってる、あ、知ってるっていうか一緒に聞いたんだ。ほう、わら人形の正しい作り方って一緒に習ったよね。うん、ね、呪術協会みたいな人。ああ、違う。違くて。別の人に。名前言っちゃいけないんでしょうけど、うん、一緒に習ったじゃん。締め縄で作るんだよって。ああ、言ってたね、それ。そう。だ、締め縄って、まあいいや、実はその、うん、ね、いい意味だけれども、その悪い方向にも使えるんだよって言ってたじゃん。うん。
だ。縄ってだからさ、結構その呪いの中で使ったりするのよ。うん。締め縄とか。まあ相手を縛る意味では。そうそう。ロープ的なことで、ね、使うし。それなんか、結構話も聞いてさ、例えば体中に締め上げた跡がとか、うん、あの首別に釣った覚えもないのに当然ね、うん、あの首に縄の跡ができるとかね、あざがとかって言うから、なんかもしおばちゃんの呪いやとしたらそういうものなんでしょうね。ぐっと踏んじばるみたいな体を。で、まあね、家族に嫌なことが立て続けに起きて。それとだからね、これが一緒なのかっていうところだよね。あ、そうね。うん。しかもその縄でさえもしかしたらおばちゃん関係ないかもしれないし、あるとしたらですけど、うん、まあだからあるとしたらこのねおばちゃんにクソんなだって、ね、言っちゃったからね、娘さんを言ってで、まあ恨まれてっていうことでしょ、うん、こんなは怒るかな、そのまあまあでも人によるか、それは。でもさ、ちょっと、うん、うちの娘おかしないって意味で、うん、その自分の身に起きたことを伝えてるんでしょ？ちょっとトラブルが多くて、でも多分ね、相当言ってると思いますけど、この感じだ。だから少しぐらい口悪く罵ったって、うん、怒りゃしない、いや、そんなことないのかな。このでも流れで言うと、うん、そのおばちゃんはこんなによくしてたのに、うん、娘なのにひどいなっていう意味での言い方だからさ、うん、おばちゃんのこう肯定してる意味で言ってるんだけどね。そう、わかるんですけど、でもちょっと強く言いすぎたんじゃない、うん、ね。それはおばちゃん、我慢しましたねとか、話し合った方がいいですよとか、うん、そういうぐらいでとどめて、置けばよかったものを、そのおばちゃんが、ここは触れてほしくないし、これ以上言ってほしくないって言うとこまで言っちゃったから、くそんな、くそんなっすよ、そいつ、みたいな。で言っちゃったから、いや、そこまで言ったらちょっと違うわ。まあ、みたいな。娘だし、みたいな。娘だし。うん。まあ、でも、だとしてもこの人を呪うのはだいぶなんていうかお門違い感はあるけどね。でもさ、要さ、うん、なんか夕方のニュースとかでさ、なんかあの喧嘩してるのを見たりするじゃない、うん、今日もさ、大女性乗ってたのよ、うん、夫婦でね乗ってたら、なんか乗った瞬間からむちゃくちゃ大声上げんのよ、うん、え、なんやろうって思ったらさ、うん、その車椅子の人がおってさ、うん、で車椅子の人がその大江戸線乗るときに、うん、なんかね、どこどこで降りるからって言って、うん、窓際のスペースを開けたいって言って、うんうん、ほな、はい、一人のおっちゃんが、うん、あ、ほな、開けましょう開けましょうって言って、うん、そこにもともと立ってたおっちゃんに、すいません、そこ車椅子止めたいんでどけてくれますか、うん、って言ったの、はいはい、そしたらなんで俺がどけなきゃいけないのって言ったの、うん、そしたらそのおっちゃんが、いい方のね、うん、おっちゃんが、俺がどけろって、どけこの野郎つって、暴力振るったの。ええー。うん。うん。そしたら、はぁ、みたいな。いや、俺がここ立ってて、なんでお前に暴力振らなきゃいけないんだよって言って、うん、うわぁーってなって、揉み合いになって、うん、で、いざ閉まるっていう時に、ちょんって押されたんですよ。そのどっちが、開けろって言ってたおっちゃんが。うん、そしたら、開けろって言っておっちゃんだけが、ホームに突き飛ばされて、うん、スンってしまって、うん、で、そのまま進むっていう、無言、その後。気まずいだろうな、それ。うん、みたいなのがあったのよ。うん、だから、もう本当に、その何がどうとかで起こる起こんないってもうわかんないのよね。まあ、ああいうの見てると。まあ、まあ、まあ、そうだけどね。だから、おばちゃんがさ、ここまでこうして欲しかったとか、これ以上踏み込んで欲しくなかったって分かんないし、うん、何がどうでこんだけ切れるとか分かんないのよ、俺もう。まあ、それはまあそうね。分かんない分かんないか。その、なんだ、縁切りしたら10キロ痩せたとかさ、うんうん、なんかそういう話もあるし、そういう話をだからもうしてるってことだからね。そうそう。だから、あんまり踏み込んでくるなよ。というか、うん、踏み込んできたら全然行くからな、こっちも、みたいな。うん。感じがして。警告だったのかなって思うよね。その、今、思い返してみると、岸本さんが呼んでくれたのね。まあ、どうなんだろうね、うん。まあ、確かに不思議なことではあるけどね。うん、ロープのあざってあんまりつかなそうだからな。そう。まあでも、呪いって思うと、そう、どんどん引っ張られるから、うん、そうそうそう、もうなんかあんまり気にしないのがいいんじゃない？気にしない方がいいと思う。怒るべくして、なことみたいなね、うん、うん、ぐらいで考えてた方がいい気がするけどな。あとまあ本当に気になるんだったらあんまり
近づかない方がいいんじゃない単純に。そう、おばさんにね、うん、働くとこなんてたくさんあるし、それでも来ないとなんかお寺さん行ってなんかねやってもうたりとかすりゃいいんじゃないかな。結構やっぱりそう、なんか気分的なもんでだいぶ違うからね。そうそう、お払いってそんなにハードル高くないんだよね、うん、意外と。そうそう、言ったらやってくれるし、行ってさ名前なり何なり伝えて、ほんで数十分座っとけば済む話じゃない、うん、だからね、まあ、そんなにハードル高くないから、気象さん言うように、簡単に言ってもいいんじゃないかなと。まあ、言ってみてはいいんじゃないでしょうかと。はまはまさんいただきました。はまはまさん、ありがとうございます。トシボーイズのお二人、林さんの奥さん、いつも楽しく動画拝見してます。ありがとうございます。先日はトシミナで、霊能力者の最後の話を読んでいただき、ありがとうございます。面白かった。とても興味深い意見を聞けて面白かったし、そこから発展した話での岸本さんの斜め上な最高発想に驚かされました。さて、海外の心霊体験の投稿会でポップなピンクの水玉ワンピースの幽霊の話を聞いて思い出したのですが、うん、私は真っ赤なネイルの女性の霊を見たことがあります。とても鮮やかで真っ赤なネイルでした。掛け布団をかぶって寝ている私の上に乗っていて、布団から出ている手を触ってきたのですが、自前の爪ではなくネイルチップでした。うん、布団の隙間から見たので手しか確認できませんでした。当時はめちゃくちゃ怖かったのですが、よくよく考えてみたら、音や感覚で髪の毛は長髪サラサラで華奢な体型なことが分かりましたし、うん、きっとおしゃれな女性だったんだろうなと思います、うん、そういえば寝ている時に乗っかってくる幽霊は性的な意味があるとだいぶ前に岸本さんがおっしゃっていたのですが、うんうん、まさかこれも私がバイセクシャルなことが幽霊にバレていたんでしょうか。おい、どこで髪が落ちるんだよ。もしくは華奢なオカマだったのでしょうか。過去私は女です。はいはい。長文乱文失礼しました。何これ、情報多いなおい。まずだから真っ赤なネイルの女性の霊を見たと。うん。だちょっとさ、おしゃれしてる霊ってことじゃん。まあそう、いいように見られたいおしゃれな人。うん。うん、でさ。これ、俺ちょっと気になったのが、うん、自前の爪じゃなくネイルチップっていう。ネイルチップって上につけるやつ。付け爪的なことでしょ。付け爪がそうなんだ。ネイルチップって言うんだ。ね、うん。ってことはさ、うん、物質的によ、うん、ネイルみたいなものは残るってことなのかね。幽霊になったとして。でも、それ言い出したら、白いワンピースっていうのもそうじゃん。まあ、着てるもの。着てるものもそうか。うん、そうそう。うんうん。まあ、じゃあ、ということは別にじゃあ、物質としては何があってもいいのか。なんか、よく、僕がね、うん、思うのが、手足って映るじゃない、うん、あの、心霊写真とかに、うん。あれってさ、俺あの、自分の体の中で一番見てる部位だからと思うのよ。うん、その顔って、はっきし鏡見るときじゃないと見ないじゃない。まあそうだね。うん、だけども、うん、手足ってよう見るやん。うん、だから、僕はその、思い出として残しやすい、思念として残しやすいと思うんですよ。うん。その V 見てるから。よく見てるから。要は頭の中で想像しやすいみたいな。うん。最後に残しやすいと思うんですよね。うん。それで言うとその赤いネイルチップっていうのも、もしかしたらなんかおしゃれって言われてて、いいように捉えるとね。うん。おしゃれって言われてて、自分の中では、あの、なんでしょうね。ポジティブな面の V やったんじゃない、うん、よく見るからって。うん。そうそうそう。いい面やったんじゃない。なるほどね。なんか思っちゃうけどね、そういう風にポジティブに考えるなら、ね、でよく見る部位がじゃあその何映りやすいみたいな、映りやすいっていうのは残しやすいんじゃないかなって思っちゃうんだよね、うん、俺。なるほどね。うん、チンチンもだから残りやすいよね。じゃあ、あなたはよく見られている。いや見るでしょ、そのいや僕そんなの1日に3回ぐらいは絶対見るじゃん。うん、見る見る見る。あのしょんべんするし、でも手の方が見てるでしょ。だってさ、ちょ、不可能だけどね、うん、不可能だけど言わして、うん、不可能ですよ、うん、10個チンチンが並んでて、うん、どれが自分のチンチンか分かります？分かるでしょ、そら。分かる？余裕で分かるし。いや、俺分かんないと思うわ。絶対分かるよ、そんな。触ってもいいよ。触らないよ、そんな。いや、触ってもいい。一瞬で分かるよ。いや、触ってください。いや、触りません。触ってください。その、外れが多いんだからだって。10チンチンがあります。9、その中で。9だってフェイクなんでしょ。目をつむって、最初に、まず自分のチンチンを触ります。うん、目つむったら話変わってくる。いや、目をつむって、まず触ります。うん、まず触って、うん、で、10並んでます。
自分のチンチンをその中に一つある、うん。で、その中でさっき触った自分のチンチンを当てるっていう。いやいや、だから、うん、目つぶってやる必要ねえじゃないか。まずですよ、まず。なんでやるのまずです、目をつぶって。その意味のわかんない行為。で、もし一個一個触ってみてもう一回、あ、違うなと思ったら、このチンチン、私のチンチンではございませんっていうみたいな。聞きチンチンする。聞きチンチン。当てられる絶対。いや、もう、98% ぐらいいけると思う。あ、そうか、真珠入ってるもんね。いやいや、入ってないけど。8つ入ってるもんね。それでも、真珠入ってんの揃えたら、わかんなくなる。あ、そうね。8つ入ってたらね、うん。僕とかね。そう。え、お前もいや、だからさ。はいはい。でも、ないね。うん。今、俺言ってた思ったけど、世紀の、うん。心霊写真、あの、なんか変な、うん、変な言葉のニュアンスになっちゃってるけど。ね、確かにね。男性器の。そう、女性器でもいいけど、うん。ないよね。ないね。なんなんだ、な、あっていいよね、だって。残したいって意味わかんないもんね。普通に、その、うん、どの部位だっていいわけじゃん。まあ、どの部位だっていい。残ってもさ、うん、たまに鼻だけみたいなと思う。ああ、ね、相当レアではあるでしょ、目だけ、ね。目だけとかさ、うん。乳首だけとかさ。あんまないよね、やっぱ。乳首だけ出ても、うん、乳首って分かんないんじゃない？ああ、そっか、そういうことね。チンチンだと分かるけど。まあ、二つ揃って平行に並んでたら、まあ、見えなくはないか。そうですね。なんでだろう？って分かんないんじゃない？残したくないから。あ！乳首だって分かんないんじゃない？見たとって。まあ、あれだよね。目って思うじゃない？だから目ってね、そう思うとか、うん、そういうことかな。だから今までさ、うん、目だって思われたものの中には、うん、乳首セットもあったんじゃない？よね。うん。ワンセット。ま、だとしたらまた新たな謎のチンチンは何に見えていたのかっていう謎も出てくるけどね。鼻じゃない？いやだ、鼻がレアケースだからもう、かなり難易度高くなってくるけど、まあ、確かにあってもおかしくはないよね。あん、もしじゃあ聞いてる方でチンチンの幽霊とかを、うん。見たとか、うんうん、心霊写真持ってますとかいう方いたら、うん、ぜひ教えてほしいですね。いや、確かにね、すごい見たいわ。いや、あっていいよ。あっていい、全然あっていい。うん、俺が幽霊なら、うん、出すもん。うん？その、ちょっと待ってください。別に。幽霊になって出すやつは、今も出してやつです。違う、その幽霊になったらこそよ、うん。それだったらさ、透明人間みたいなことじゃん。それだったらさ、うん。あの、最初に俺が目つぶって、チンチン触って、目つぶってね。うんうん、で、目の前に亡くなった人の10名のチンチン並んでるっつるじゃん、うん。その中で僕は一個ずつ触っていくんですよ。うん、絶対当てられますよ。なんで？いやいや、韓国で一回触ってるから。いやいや、当てられないでしょ、当時の。いや、当てられますよ。だって、竜のタトゥー入ってんじゃん。いやいや。そんなわけねえし。竜のタトゥー入ってんじゃん。あと当時、うん、でもう10年以上前とかじゃない？ 10 年は嘘か。いや、10年以上前ですよ。ぐらいよね。うん。だって、まだ組んでない時だもん。でしょ？二人で。あの、作家養成所、そうそうそう。出たぐらいでしょ？そうそう。だから、12年だ。12年？そんな前？あ、え、そんなことじゃない？え、そんなことないか。10年ぐらい前。10年以内だよ、多分。うん、10年ぐらい前か。うん。ってことは、うん、当時とやっぱ違う可能性あるから。いや、変わってないでしょ、別に。それは難しいよね。いや、変わってないでしょ、別に。変わんないでしょ。倍ぐらいなってるかもしれない。なんでなってんだよ、それ。いじってるだろ。いじってるってどういう意味か分かんないぐらい。いじってるだろ、完全に。お金入れてるだろ、そこに。ちょっと、すごいアカデミックの話に。どうなりましたけども。むちゃくちゃアホやぞ、これ。まあ、ちょっとね、うん、皆さんも。これ、俺、すごい、なんか、世紀の発見した気するわ。ええや、もう、また言った、うん。あえてね。うん、あえてね。確かにね。ちょっと、みんなも、ぜひ、あの、手伝ってください、これ。確かに、ね。ちょっと研究していきたい。研究テーマ決まったかもな。人生の？うん。はい。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回は以上でいいかな。はい。我々、都市ボーイズ X やっております。こちら、最新情報出ておりますので、都市ボーイズで検索してみてください。はい。ブログございます。過去のアーカイブはそちらにございます。都市ボーイズメールもございます。都市ボーイズ 02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらご意見、ご要望、お便りお願いします。はい。
お仕事ご依頼は、ホームページ問い合わせフォームございますので、そちらでお願いします。うん。じゃ、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。ありがとうございました。ありがとうございました。